そう。今日ね、ちょうど仕事が終わった時に、社長から電話があって、知り合いのね、うん。で、哲今何してるのって言って、ちょうど仕事終わりましたって言って、帰るところですって言ったら、ちょっとね、お土産があるから、うちに寄ってよって言われたのよ。で、社長の家にお邪魔したわけですよ。そしたらね、こちらいただきました。卵たっぷりの台湾カステラっていうね、やついただきました。台湾カステラって初めて聞きますね。あー、おー。プレミアムシリーズ、プレーンとチーズ。あ、2種類って言ったよ、これこれ。あー。なんかね、社長曰く、日本のカステラと違ったらそんなに甘くないよって言うから、何かで、ね、トッピング、蜂蜜とかした方がいいよって言われた。あー、はいはい。こういう感じですね。こんな感じ。わかりますかね？こんな感じ。おらー。ちょっとね、いただきたいと思います。うん。ああ、確かに。うん。おいしい。クリームか、蜂蜜をちょうど上にかけて食べるといいよって、ちょっと悪いんで。うん。美味しいです、これ。うん。明日のね、朝、家族で、モーニングコーヒーをね、いただきながらね、食べたいと思います。うん。これ、家族にね、あげないとね。家族ね、私がいただきましたけどね。社長、ごちそうさまでした。美味しかったです。